小野さん、お疲れ様です。お疲れ様です。アワードの結果が出まして、はい、小野さん、はい、1位になりました。やったー、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、それではまず1位になられたお気持ちをお聞かせください。たくさんの方に投票していただいたおかげで1位になれたと思っています。とってもありがたいが。ではこちらのパネルで工夫をされた点を教えてください。はい、まずトラは肉球があるので、この3つ肉球の形を作りました。はい、これ何時ぐらいまでかかったんですか？なかなか納得いくものが作れなくて、朝の5時まで作ってました。翌日出勤ですよね？出勤です。大丈夫でした？あ、もう目パッチリ、朝からナチュラルハイですね。そうです。6月のガイドでは、はい、どのようなお話をしていただけますか？ホワイティの最近の様子だったり、あとは高齢動物ならではのケアについてお話ししていこうと思います。また動画を見てくださった方の中で、ガイド終了後に私まで声をかけてくださいましたら、こちらのホワイティのお面をプレゼントしたいと思います。小野さん、これ何ですか？これはアワードの PR 動画で大活躍してくれたホワイティたちです。こんなにいっぱいあったんですね。はい、実は5枚ありました。ああ、これはもう一回ちょっと動画を見てチェックしたい方多いと思います。はい、1回1回実は変えてます。トラ・オノペアに投票してくださった方、本当にありがとうございました。ガイドもぜひ見に来てもらいたいが。川野さん。はい。あ、富澤さん。はい。この時期に来たってことはアワードの結果発表ですね。そうです、そうです。1位だったんでしょう、どうせ。いや、連覇か、嬉しい。いや、ご投票くださいました皆様、ありがとうございます。連覇嬉しいですね。自信あったんですよね、今回も。川野さん、はいはいはい今回1位じゃない。え、2位でした。2位だって、ヒノキ。まあでも気を取り直して、来年は絶対に1位を取りタイガー、6月のイベントでは、まあ今回2位やったんで大変遺憾ではありますけれども、PR 動画で話題沸騰だったマーシーのパパッとクッキング生披露しちゃいたいと思います。お楽しみに。松谷さん、はい、アワードの結果が出たんですけど、はい、松谷さん3位になりました。3位ですか？はい、やったー、3位やってよ。それでは改めまして、3位入賞おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。ちょっとさっきはカンガルーが横にいて喜び爆発することができなかったんですけど、3位選んでいただいてありがとうございます。嬉しいです。今回初めての参加で3位になったわけですけれども、何が勝因だったと思われますか？はい、やっぱりカンガルーたちの魅力が伝わったのと、それと僕の天才的な絵が皆さんに伝わったのかなというのが勝因だなと思います。それでは実際に今からカンガルーを描いていきたいと思います。まずは頭から引っ張っていきます。カンガルーの大きな耳ですね。で、カンガルーのつぶらな瞳と、カンガルーの手はここあります。はい、完成です。6月のガイドではどのようなことをお話ししていただけるんでしょうか？まずですね、カンガルーっていう動物をもっと皆さんに知ってもらうために、カンガルーの生態について詳しくガイドしたいと思います。で、そこから、アワードでの取り組みもこういうことしてますよというのを実際に見てもらおうかなと思います。で、最後にこれが大事です。
カンガルーを生で実際に描きたいと思います。このカンガルー以外にもですね、描いてほしい動物があればコメント欄にリクエストお願いします。当日も生で描くのでリクエストお待ちしてます。ガイドの日程や時間については園のホームページや Facebook でアップしますので、そちらをご確認ください。お願いします。